今まあ書いてもらいましたけど、書いてくれたと思いますけど、これ何なのかっていうとですね、僕は例えば小3の娘に、小1の息子にこれ先生に習ってしまうっていうのは、で自分の嫌いなところがはっきり分かってて、でそれから何を得たかっていうのが分かってると、これめちゃめちゃ、だから何の教科だろうって、そういう人に習ってくれたらもうだから欲しいのが上手い下手関係なくその人に習ってほしいなと思いますよ。なんかですか、その人はね、それを克服しろです。なんていうの、苦手を克服とかね、嫌いなんだけどそれから得たものを知ってるんだ。でそれ例えば自分の子供が同じことで悩んでたとするじゃないですか。例えばね、あるかもしれないですね。嫌いなことたっぷり出てきた人はその分だけ悩みをいっぱい知るわけですね。でそれでもそれから何か得られるって知るわけですね。子供は知らない。それはだから先生そういうもんね、正しいことを教えてくれるわけで、困ってるわけです。困った時に助けてくれる先生でしょ。違いますよ。まあまあ授業はいいですけど、でも授業でググればいい話しかしませんからね。何だかねって本当に最初から言いますけど、ググればいいってことしか教えないんだったら先生の意味ないんですよ。もし勝ちないんです。でだから表現する力つけましょうとか言ってますけど、まあ、これはもう自信ない人はいくら表現しても伝わらないですから意味ないですけど、じゃあ何が自信あるかしたら、いいとこ悪いとこ自分で分かってる人ですよ。まあ間違いないです。でいいとこははっきり分かってます。なおかつ悪いところから何かを得られると知っています。その人が同じ ね嫌いなところを共有したとするじゃないですか。悩んでしまうから、それでもそれから得られるものがあるって言われたら、あ、そうだなって思ったら、それ先生が習いたいもんなんです。違います。で、まあそういう人からだったら期待反対を思われるからどんどん信じてくるんです。だから相手からどう思われるかじゃなくて、自分で自分の好きなとこ嫌いなとこどんぐらいたくさん知ってるかです。っていうのは、まあちょっとね、準備体操にはなったと思うので、まあこの1分トーク、ね、ぶつけ本番でバンとやるよりは準備足りない人でも今やると多少違うんじゃないかなと思うので、じゃあ行きましょうか。約束通り、はい、前回と違って僕がこれやってねって話じゃないですか。自分でこれに興味を持ちましたって話、それはきっとなんかこれが好きだっていうのに関連したかもしれないですけど、あるいはこれが嫌だと、不快だと思っていたからこそ気になったのかもしれないですね。何でもいいです。きっと関係してるので、それをあくまで自分の問題ですから。人からそうじゃなくて、自分の問題でしゃべってほしい。はい、じゃあですね、こういうふうに言いましょう。一番後ろの人ちょっと全員ください。で、両脇前に。両脇前に。はい、
1ヶ月分の天気を完全に予想するっていうのがあるんです。おはい、まあ、それが実際に実際に可能なのかなるほど、はいはいはい、そのスーパーコンピューターの名前が、はい、それよくあるよ。なるほど、いいですね。樹形図の設計者はツリーダイアグラムって呼んでるんですけど、SF だから話で、まあ、まあ、そこをツリーダイアグラムって呼んでるんです。それで、こいつが宇宙にこう、あって、はい、なんかこいつがその地球の、うん、大気の分子を全部読み取って、はいはい、でその分のそれを動きを予想して、はい、まあ、1ヶ月分の何天気を予想、完全に予想する、はい、でそれができるのかというと、まあ多分研究者が勉強したと思うんですけど、不確定性原理があるじゃないですか、はい、アイゼンベルグの不確定性原理を用いると、はい、分子と運動量ってそのあれじゃないですか、同時に測定することは不可能というか、同時にその起きないじゃないですか。これでここになって、ここでこう出すときに、ここに跳ね返るんだったら、普通にあの測定不可能じゃないですか、同時に。だから、その100%完全トレースして予測するのはできないっていうことで、なるほど、結論に出したいと思います。なるほど。小説から出発して、そうっす、あ、可能性を探って、そうっす、これが分かったと。そうっす。じゃあね。なるほど、いいっすね。そういうのが。はい、どうぞ行きましょう。はい。私が、はい。はい、次行きましょう、どうぞ。
踏まえているのかっていうのを出し上げてみたんですけど、なるほど、まあ、なんかググってみたら、はい、興味深い感じで実証があって、はい、なるほど、それが、まあ、1平方立方メーターあたりの、うん、水分の含まれる、まあ、グラム数で言ったんですけど、うん、まあ、最も無難な石油っていうのが、うん、1グラム立方メーターで、うん、まあ100メーターかける、うん、100メーターかける30メーターぐらいの、うん、まあ、石油の中に、うん、まあ、大体300リッター程度っていうのが分かって、で、まあ、積乱雲っていうのが、はい、その大体2倍から3倍っていうのが分かりました。なるほど。はい、一通り倒してみたと。なお、いいですね。水蒸気が乾いて
にね。ここら辺にあって、東京がここら辺にあって、はい、ちょっとこの断面図を書きます。はい、この断面図が、うん、しかし、うん、
ストレスを感じた際や、うん、格子を気に、格子を気にしたり、口元の匂いを雲の中の水分が固まって、はい、固まって、はい、
収まってくるんですよ。だんだん冷やされたりして、固まってて、そう、まあ、落ちてくるんですよ。あアメちゃんは、まあ、結構ピュアだから、あまり音を作らずにすぐはい、筋肉。
子供。はい、統計が増えてるんで。なるほど。これはまあ、実証はできてるはずなんですけど、なんでこうなるかについては、まあ、その人が起こすことなんで、ちょっとよくわからないんですけど、まあ、ここからオプションなんで推測なんですけど、まあ、自分のある番組で見たのは、佐々木健介が密室で、トレーニングしたら、はい、あのプロレスラーの、はい、やって1時間ほどトレーニングしたら、うん、本当に3度くらい上昇したんですよ。はい、人の水分によって発生される熱エネルギーっていうのが疲労がなったと考えると、うん、松岡修造も何らかの形でエネルギーを作り出して、うん、なるほど、あ、いいですね。絶対解き明かしてる。はい。じゃあ今のレッスン終わったら一回休憩しましょうか。ちょっと今単元終わった時間なんですけど、今の、これ読みで一回休憩しましょう。もう完全に眠りに落ちた状態。限界です。
実際、測定する気温が下がるんですね。1.4 度ぐらい下がるらしいです。だから、冬日、冬日っていうのは、なんか冬に0度未満の気温になる日が、気象庁本庁にあったときは、年平均 5.8 日だったんですけど、北の丸公園に行くことで、年平均 20.5 日。3倍いったら4倍になる、らしいです。で、ここで注意してもらいたいんですけど、ただ、その場所が移って与える変わるだけで、実際、皆さんが感じている気温っていうのは変わらないんで、何を伝えたいかというと、そのギャップにやられて、風邪をひかないようにしてください。なるほど。そういうことか。いいや、いいや。いいや。いい。ちょうどいいぐらいですか。はい、いいですね。はい。虹の種類ですか、ね、なるほど、はい、で、虹は赤から紫の光のスペクトルがいろんな遠光上の光で、小原子の中でも大気光の原子になります。で、太陽の光が空気中の水滴によって屈折とか反射されて、水滴がリズムの役割をして光が分解されて、なるほど。それによってなんか天気が、例えば台風が来たとか、
てくれとオファーですね。はい、いいですよ。はい、じゃああと2人でお休みしましょう。はい、うちも宮崎なんですけど、おちょっと東京の方も肌が乾燥する感じです。それでも最近化粧水でもつけ始めたんですけどそれで東京と宮崎のなんかこう降水量と気温調べてみたら、はい、東京がなんか冬は5度ぐらいが平均で、うん、降水量が20ミリ以下らしいんですよ。はい、潮だけで測ったやつ。で、宮崎はなんか10度ぐらいで冬で降水量は、うん80ミリぐらい降るらしくて、で、まあ、そうなんか気温が高いと、うん、あの空気中に含まれる、はい、あの飽和水蒸気が高くなるんです。はい、一回目だったね。そうです、うん、宮崎は気温も高くて、うん、降水量も多いので、はい、ちょっとお肌に優しい。なるほど、それが恋しくなったっていう。そうですね。はい、地元の結びつきより結構いい話だと思う。実感が湧くと、実感が湧くと話して過ぎやすい。はい。はい、次行きましょう。はい、はい、こんにちは。僕、正月にいとこの男の子と会ってきたんですけど、5歳で、すごい可愛いんですよ。で、その子が、その子が去年の春に僕がこう地元に出てくるときに、その時にもうその子に会ったんですけど、見送られるときに、はい、タウンページのおじさんじゃねって言われたんですよ。え？タウンページのおじさんじゃねって言われた。何のことなんですよ。僕その時緑のコート着てたんですけど、うん、当時流行ってた CM で、はい、あの石原良純が緑のセーター着て、タウンページの石原良純のことなんですね。CM をしてたんですよ。石原良純と間違えられたらしくて。なるほど。でもそれから石原良純とちょっとただならぬこう関係を、ああ、ええのね、なんかええだろ、似てるかどうかは別として、なんか関係あるんじゃねえか。で、まあ、そういうちょっといらない前振りから、はい、まあ、石原良純さんの天気予報をすると思うけど、あんまり当たってるイメージないの。なるほど、なるほど。その天気予報の前に立って何から生まれてくるんだろうなっていうことを怖いと思いました。ああ、いいとこですね。で、まあ、天気予報とは、はい、まあ、そもそも何かっていうところなんですけど、うん、まあ、古代においての天気予報っていうのは、うん、まあ、さっきから何回か話出てるみたいに、はい、今日どういう雲だから明日は晴れるとか、あ、なるほど、まあ、そういう空を見て決めてたものなんです。で、まあ、現代に関して言えばどうかっていうと、まあ、古代で勉強したみたいに温度とか湿度とか、うん、あと風向きとか、まあ、等圧線の間隔だとか、はいはい、まあ、そういうものから推測するっていうことと、まあ、予報する人の経験であったり、まあ、統計、なんか10月10日でしたっけ、体育の日は、はい、長い歴史を見ても晴れる確率が多いとか、統計をもとに、はいはい、現代も予報が行われているらしいです。なるほど。で、まあ、古代と同じで言えるのは、うんうん、いろんなデータは今増えてるんですけど、結局は人